Ciao ragazzi, qui è Flash 81 che vi parla. Oggi continua la serie I Cavalieri dello Zodiaco. Quindi ci si vede alla fine per i saluti finali, ma intanto... Invincibili guerrieri, valenti condottieri, votati anima e corpo a Lady Isabel, per diventare santi, per essere cavalieri, han sostenuto prove di rara crudeltà, ma ormai è giunto il momento. Chi vincerà l'armatura d'oro? Sarà scontri sovraumani, duelli decisivi che decideranno chi l'armatura indosserà. È un torneo micidiale, è uno scontro fratricida, il più forte dovrà infine tra tutti trionfare. Chi sarà mai?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  Sono i cavalieri dello Zodiaco, hanno nomi importanti, sono grandi forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfar. Sono i cavalieri dello Zodiaco, hanno nomi importanti, sono grandi forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfar. Ma solo uno alla fine potrà trionfar.仲間たちと共に第3の宮掃除宮へ突入した聖夜たち。だが幻影に翻弄された聖夜たちはどうしても出口を見つけることができず、迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探す氷河とシュン、その前に双子座ジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。この男がジェミニのセイント、なんて存在感のない奴なんだ。まるで亡霊のような。おそらくこの掃除球の迷路は奴が作り出した幻影のはずだ。つまり奴を倒せば幻影は全て消える。あ、ちょっと待って氷河。どけシュン、時間がない。金牛球では聖夜に助けられたが、今度は俺の番だ。行くぞジェミニ、ティグナスの剣を受けてみろ。このキグナスのファイト。氷河、落ち着いて。やつ通れよ。こういうわけにはいかない。やつ通れよ。あなたの前無駄だというのがまだわかるようだ。やつ通れよ。ダイヤモンドダスト。あなたの身です。ダイヤモンドガット。まるで攻撃が奴の体を素通りしていっているような。オーロラサンダー。そんなことがあるものか。オーロラサンダーアタック。ダイヤモンドガット。こいつも幻影なのか。しかし奴の攻撃は本物だ。やらなければこちらがやられる。いかにお前が強大でもこれだけの闘気を放てばただでは済むまい。受けてみろ。ティグナスの最大の技。最大の技にこそ最大の価値が生まれるの。貴様の最後。前発動よ。ダイヤモンドガスト。オーロラサンダーアタック。あなたの身です。異次元でさまよけ。そう、あなたの身です。異次元の危険
が今回口を開けて待っている。ミキタ。ミキタ。前、発動よ。ダイヤモンド脱走。アナザーズです。ダイヤモンド脱走。ウィナー。どうだ、キグナスの統治は身に染みたか。ヒョウガ、おかしいんだ。チェーンがさっきから戸惑っているようなんだ。何？戸惑っているとは？あのジェミニのゴールドセイントに対してまるで反応せず、むしろ敵がどこにいるのかわからないといった状態なんだ。バカな。終わりなんだ。アナザーディメンション。ヒョウガ。キングダスは異次元の彼方へ消え去った。次はお前の番だ、アンドロメダ。ドラゴンの目が不自由なおかげで先の二人に掃除球を通過されてしまったのは誤算である。残すお前は必ず仕留めてみせよう。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。きっとジェミニのセイントを打ち破る方法があるはずだ。おかしい、僕のチェーンが戸惑うと。このジェミニの迷宮を永久にさまようがよい。ファイト。あなたのチェーンを殺そう。どうしてしまったんだ。ジェミニのゴールドセイントに対して全く反応しない。さっきの氷河の剣が通用しなかったのもおかしい。僕は本当は誰も傷つけたくない。友のため、アテナのためにお前を倒す。攻撃では。ネビュラチェーン。サンダー。アナザーチェーン。いつでも恐ろしく挑戦的なコース。私の集中を乱す。このコスモは兄さんだ。遠くから僕を守ってくれたんだね。あなたの目の前にセイントが存在しないのか。ならば二次級世界の目は存在しない。全ては幻覚。なんて強靭なんだ。こんなところで負けるわけにはいかないんだ。ネビュラチェーン。お前は二次元に飛ばしてやる。ユラチェーン。いやー、ゴールドセイントを倒すんだ。もう甘く見ないことだ。レビュラチェーン。ゲームウィナー。ジェミニー、凛と世の悲しみを感じる。どこに隠れていようとも僕のチェーンは幻覚を作り出しているものを見つけ出して倒す。そこが、行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。バカな。異次元空間を超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。それにしても氷河は無事だろうか。戦いの最中、ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今どこかに戻ってきているはずだ。Invincibili guerrieri, valenti condottieri, votati anima e corpo a Lady Isabel. Per diventare santi, per essere cavalieri, han sostenuto prove di rara crudeltà. Ma ormai è giunto il momento. Chi vincerà? L'armatura d'oro. Sarà scontri sovraumani,
duelli decisivi che decideranno chi l'armatura indosserà. È un torneo micidiale, è uno scontro fratricida, il più forte dovrà infine tra tutti trionfare. Chi sarà mai?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  Sono i cavalieri dello Zodiaco, quando nomi importanti sono grandi forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfare. Sono i cavalieri dello Zodiaco, quando nomi importanti sono grandi forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfare. Ma solo uno alla fine potrà trionfare. Bene ragazzi, qui il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, ci si vede per il prossimo video. Da Flash 81 è tutto, ciao!